山のミュージックサロン柏教室へお通いの生徒の皆様、いかがお過ごしでしょうか。ウェルネスコース、健康と歌、健康と音楽、青春ポップスを担当しております武田香織です。皆様は普段から健康に対して高い意識がおありなので、この新型コロナウイルス感染予防の対策もできる限りの努力をされ、これまで頑張ってこられたことと思います。一体いつまでこの生活が続くのか、知らないうちに感染してしまっているのではないかという恐怖に不安に駆られることもあるかと思います。そんな時は皆様の大好きな音楽の時間を意識して作ってみてください。 CD を聴いてみる、歌を口ずさんでみる、BS テレビでは懐かしの歌番組もたくさん放送されています。好きな音楽に合わせて腹式呼吸をしてみるのもおすすめです。リラックス効果があります。私もこのステイホーム中、音楽を聴いていると今の弱った心に染み込んでいくのを強く感じました。改めて音楽の素晴らしさ、そして皆さんとのレッスンの時間がいかに幸せだったのかということを再確認いたしました。一日も早く皆様とお会いできますように。皆様もレッスン再開に向け体調管理、健康づくりを頑張っていただき、どうぞお元気でお過ごしください。以上、武田でした。